はよう。ジャン君、ポンちゃん、あれ、パンちゃん。昨日の来客は、黒犬の実の母と、妹でした。不思議なことが起きた。不思議というほどではないんですが、このポンちゃんがなんと、まあ長くいたんですけどね、 4時間ぐらいいたのかな。その間後半にですね、ちゃんと撫でられる距離に出てきました。ジャン君もその後ちょっとだけですね、まあ直接触れることはできないんですけれども、結構な至近距離まで来ました。これはですね、みんな静かなタイプだからですね、まあむしろこの、まあ、女性3人と黒犬だったんですが、黒犬が一番騒がしいと。それ以外の3人は割と静かな人たちだったので、出てこれたのね。ねえ、ポンちゃんはジャン君を超えたかもしれないですね。人慣れというか、なんというか、こう物怖じしないところですね。ジャン君は未だにやっぱり何かが怖いんでしょうね。さて、そこでですね、今日はこれから、白猫カオリン、本当にカオリンだったかな、僕の記憶違いだったらごめんなさいね、これから7ヶ月の白い猫ちゃんがまた一時預かりということでうちに来ます。これアンズちゃんは、到着するまでの間こっちのケージに入ったままになります。あとそうね、2時間ぐらいで到着すると思います。ほら、こんなに久しぶりにケージに入っちゃってるから、こんなことしてくれたのね。ちょっと掃除しなきゃね。はーい。こんなとこで泣いてるんですよ。上に置くよね。上に置く。あんずちゃん、お腹空いた。はい、どうぞ。はい、ご飯だよ。はい、どうぞ。なんか、なんかここ記憶あるよね。そうだよね。ちゃんね、カリカリの方がいいの？はい、どうぞ。あ、でもやっぱウェイトなのね。今日は午後から外出られるからね。うん、後でね。うん、ね、いいかね。はい、ポンちゃん、いいかね。あら、ポンちゃん、そっちじゃな。はい、ポンちゃん、はい、どうぞ。ポンちゃんくん、はい、どうぞ。ジャン君、いらないの、ジャン君。ご飯、ジャン君、ご飯食べな。ウェットがね、食べるときと食べないときがあるから、ポンちゃんとポンちゃんは食べてるから食べたいかなと思ったわけが、いらなかったのね。出産の声がして、ポンちゃん、はい、俺何口開いてんの？ん？どうした？暑い？なんか今甘えて泣いてる口のままになってる。ジャン君はベトナム製のハンモックになっています。ちょっとこの高さ怖いんですけど、あの後でなんかどうにかしようね、うん、あのね、アンズちゃんご飯取ってないの？本当だ、アンズちゃんご飯、まあ、後でとりあえずね、新人さんが来た後には外に出られるようにしてあげるからね。なんかちょっと久しぶりにケージでずっといるから緊張してるかもしれないね。チュールあげてみようかな。うん、アンズちゃん、チュールをトッピングしてあげるからね。ちょっと食べてごらん。うん、そうなの。うん、
はい、白猫かおりんちゃんご到着です。あ、かわいい、見て見てこんにちは。かわいいね、ビビってるかな。ビビってるね、ごめんね。はい、じゃあ早速ケージの方に入れちゃいますね。はい、わかりました。ごめんね、出てほしい。はいはいはい、あ、怖いね、怖いね。あ、すごいね、大きいやみたいな。はい、そうなんです。一旦これ閉めましょうか。あ、大丈夫です。自分で出るかな。はい、自分で多分出てくれると思う。はいはいはい、はい、大丈夫だよ。はい、すいません。はい、無事入りました。はい、ありがとうございます。はい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 、スープ出るね。あ、ハンモックに乗ってる。あ、よかった。はい、じゃあここかおりんちゃんのお城とします。そしてあんずちゃん、ずっとなぜかここに入れられてましたが、もういいですよ。昨日の状態に流れてるからね。なんかね、なんかちょっと不穏な感じだったから怖くて動かないね。いいよ、どうぞ撮ってください。今、かおりんちゃんにジャン君が接近して、あれ毛づくろいしちゃった。面白い。あ、誰だ。一応見に来たけど、なんとなく納得して戻りました。降りる？ちょっと降りる？はい、あ、かおりんちゃんちょい痛み耳になったね今。一番上か。じゃあご飯はどうしよう、2階に入れる？うん、2階に行くか、3階の。ちょっと歩けていい？食べる。安いのね。はい。かおりんちゃん。どうぞ。あ、ちょっとシャー言ったかな、今。あ、本当？全然聞こえなかった。おいしいチュールですよ。どうぞ。お食べください。ポンちゃん、ポンちゃんの方が地味に進化してるの気づいたよ。ねえ、お利口さん。ね、人前に出てこれるなんてびっくりしたよ。
いつの間にかですね、ジャン君よりもよそ様が来た時に人の前に出てこれる猫になりました。ね、用事ない子になってきたね。そうだね、ポンちゃん、ブラシ、ブラシがあまり好きじゃありませんね。黒猫クッションが大好きな黒猫ポンちゃんです。ポンちゃんのお手手かわいいっす。うん、ポンちゃんかわいい。する？そこで食べる？はい、どうぞ。
しね。しまいかな。パンダちゃん来た。パンダちゃん、あそこに置いといたよ、パンダちゃん。残ってるよ、ちょっとだけ。ちゃんこにあげる？かわいいの？